日本埼玉県埼玉市北区盆栽町盆栽町は埼玉県埼玉市北区の町名である。現行行政地名は盆栽町のみ。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施地区。郵便番号は331-0805。1997年度都市計観百選選定。埼玉県埼玉市北区南部の主に大宮台地上に位置する。 東側を、トロ町、南側を、樹能町や神尾町、西側から北側にかけて、植田家町やトロ町と隣接する。町内を、宇都宮線、東部野田線が通っている。町内は市街化区域に指定され、宇都宮線トロ駅及び東部野田線、大宮公園駅から近い。これらの鉄道路線に挟まれた区域は、区画が整理された、閑静な住宅地が広がり、 大きな松の木が至るところに植栽されている独特な景観を有する都市景観対象に選ばれている。地区内は宇都宮線の東側が埼玉市の風地地区に条例で指定され樹木の伐採植樹や開発行為等が制限されている。地内の大宮盆栽村には盆栽園が数軒あり、国内の愛好家のほか外国人も多く訪れる。 宇都宮線の西側は一般的な住宅地でバス通り周辺に商業施設が多くある完成な住宅地となっている。住宅地の地価は2019年1月1日の工事地価によれば盆栽町265番3の地点で32万5千円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した大宮宿、土手宿村、トロ村、本郷村であった。 2019年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内の河通り地区内に国道、及び主要地方道、県道は通っていない。盆栽緑地公園2019年2月末までは埼玉北部医療センターも地内に所在した。なお、埼玉市大宮盆栽美術館は、 盆栽町ではなく隣町のトロ町に所在する。ありがとうございます。